なんでもうそのマジャゲにホコリみたいなのついてるんですか。もう、うん、はい、LOL クリエイターズの心霊検証のお時間です、うん、はあ、念願のやってまいりました。お二人が来たいと念願の言ってた。いや一言も言うてん。飯盛山荘でございます、うん、後ろねちょっと見ていただければ、うん、まあ結構な建物というか、すごいぞ。まあハイホテルって言われてるんですけど、うんうん、ちょっと待った今のは処理でいい。今のいやいやいやもう無理無理無理、ちょっと待ったちょっと待った、ゴーン言うた。今のは処理でいい。無理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 、やばいやばいやばい、誰ちょっと何、いやわかんない今なんか今完全にあの鉄みたいなゴーンってあの勝手になる音ではない。こっちの方から聞こえます、うん、前はもう無理よ、うん、はい、ここはここね1970年から2010年ぐらいまで営業してたみたいです。2010年、結構直近、比較的最近なんか、ね、こんなんで、まあでもあれ方が、まあ、いやまああれ方はすごい。14年でこうなっ なったまた今でですね、ここ、まあ、相当道狭かったじゃないですか、うん、営業をしてた時から、うん、あんな道をここに来る人たちは来てたわけですよ。目的があるわけです。ここ薬草鎌風呂温泉っていうね、あの温泉が名物だったみたいです。へえ。で最盛期で、まあ、1000人ぐらい毎月1000人ぐらい来てたらしいですよ、うん、まあそのぐらい人気だったんでしょうね、まあ、あとここ山の上にあるんで、これ上の方行くと多分街の夜景が綺麗に見えるんじゃないかな。まあ、完全に女性の子です。そうでしょ、女の人、まあのうんうんみたいな、はい、まあ早速、お待ちかねの曰くでございます、うん、待ってないけど、ここは、一応噂ですよ、飛び降りをした女性の方がいると。何の人じゃん、女性の方が飛び降りた噂があるって、うん、さっきカワチが女性の叫び声を聞いてて、今ここで女性の声してって考えたら、まあ、あと着物をね、女性、着物を着た女性が現れるとかっていうのがあって、まあここはですね実を促す力があるんじゃないかと、うん、ここ来たら実したくなる、した感じになるってしたくなるっていうよりも、そういうことを考えてここに来た人がなんかここに来たことがきっかけでそういうことを起きるんじゃないかみたいな噂があります。実を考えてしまうと、うん、なので負のパワーがある場所かもしれないです。いやしかもさ、僕関西だから分かるよ、ここってなんかあの高野山連なってる霊山的な感じやろ。はい、そもそも、はい、うわっ、くしゃー、連鎖、びっくりした、連鎖見えた見えた、一回落ち着いてください、連鎖、そのうわーにびっくりするわ、はい、あそこ2個目の窓、何が見えるの、白いの、なんか白いの、ん白いの確かありますよ、白いのは、はい、あります、はい、障子、ちょっとね一旦落ち着いてもらって、絶対見えたって、はい、まあこれもね結局言うかどうか迷ったんですけど、まあちょっとここはですねいろいろと考えさせられるようなものが落ちてるらしいです。宗教絡みのあれが結構あるみたいで、うん、まあ実はですね来る時にも下にも某教会がありまして、うん、まあそこと何かしらの関係があるんじゃないかとは言われてますね。なので、まあ今日はですね、ここ敷地一帯全部、あの撮影許可いただきましたんで、中を見ながら、その某教会との関係、あとここが一体本当にホテルだったのかっていうね、あとは負の力がある建屋だと言われてますんで、そこも検証していきたいなと。その女性の方はどこで亡くなられたっていう噂な、はい、展望台という噂です。まあ、あっちの方はただ朽ちてるみたいでだいぶ、うん、まあちょっとそこにも一つ謎があってですね、まあこの後見に行こうと思いますんで、はい、ということで、まあちょっと準備をねしなきゃいけないんで、はい、何これ、ポリスマグナム、はい、何これ、クマスプレー、はい、情報によるとここクマ出ないんでぽいです、私、はい、あのだから今後行くからでしょ、ここをこれが利用しないといけなくなるようなとこに今後行くからに決まってるじゃないですか、高いでしょ、力説し、はい、ここ皆さんこれ分かります、安全クリップって書いてあるじゃないですか、絶対外さないでくださいよそれ、この今撮ってるこのでっかい人はこれ絶対外さないでくださいよ、これを虫よけやと思ってこの安全クリップを外して車の中でこれ噴射しようと思って、まあ、同じじゃないけどね、うん、まあそれ振りでも何でもないんで、あの外さないでください、はい、これもそうやろ、はい、そう、さっき首にかけとけ言われた、はい、ちょっとあの正直なラッパーみたいになってるなと思って、まあ、はい、こういうセットで安全を確保してるって言いたいね、まあまあまあ、そうです、LOL クリエイターズはコンプライアンス重視で
かつ安全安心して撮影に挑んでおりますと。これも長なるんですか、はい、な感じが、あのしょうもない、これも一応コンプライアンスの一環です、はい、これ前のやつや、これ封印解除って書いてある。違う、ね、これもコンプライアンスの一環としてね、封印解除、やっぱり川内さんが危、まあ、よく危ないんじゃないかっていう声いただけますんで、ちゃんとね前どけってことでしょ、はい、前回はあの封印でしたけど、うん、今回解除されてる、だから、あ、違うの種類、そうです、なのでそれもなんか意味あんのか、はい、それもあげます、怪しい、もうなんか今見えてるんですけど、これあの除霊入ってるでしょ、すいません、これもう幽霊ホイホイじゃないから、すいません、僕シール自分で振って、あ、先に振りますこれね絶対効くと思うよ本当に、すみません、そういうことです、うん、まあ、安全装備が増えましたってことね、はい、まあ、コンプライアンス重視してますんで、LOL クリエイターとかね、そのくだりはよ、ムチムチいいね、はい、ということで、じゃあ早速時間も時間なんで、本日も元気よく、あ、張り切って出会いに行くぞ、おおこの顔をどう表現しますか、こういう時に限ってつかないあの、カワッチに振ったら火傷しました、失礼しました、行こう、もうあれ終わらそう、あ、張り切ってイカれた中村さんが選んだホテルいい森山荘だそうです、しゃ、行ってらっしゃい、いや、あんたも来ねえ、あ、なんかランドセル落ちてる、ランドセル、いや、お前普通にランドセル、なんやろ、ゴミとして捨てられたんだ、ねえねえ、こっちに、え、ランドセル、お前、え、なんで、いや、別に中身が入ってるってわけでもないけど、カッターみたいなんで捨てられた、うわ、ほんまや、あ、切られてるんだここね、え、ちょっと待って、これほんまによく見たら生活感すごない、うん、服とか、靴とか、ご餌団、お食団、お食団、はい、あの、草食の食ですね、餌って知ってますけど、餌って知ってますけど飾るっていう字ね、はい、行きましょう、はい、まあいいや、おい、お食団ね、失礼します、お餌団に、もういいね失礼します、はい、ちょっと待って、ランドセルめちゃめちゃ落ちてるけど何これ、ここにも、うん、ちょっと待って、おい、何今、今絶対した絶対した、何今の、さっきと一緒やろ、どこって、うん、前はで、ここランドセルめちゃめちゃあって一部燃えてるけど、これ燃えちゃってる、なんでこのランドセルがこっちにもあるけど、青いのも赤いのも、うわ、これ何、うわ、地下室ある、え、なんか杭が境界杭みたいなのがいっぱいあるけど、これ近い、いや結構深い、あ、そうですかね、おい、テレビバッキバキ、あー、でも液晶やからさ、確かに2010年ぐらいまでの営業なので、ヤフー知恵袋にここのホテルに電話がつながりませんっていう質問をしてる人がいて、2010年に、あー、その時はだからやってたんだ、湯治とか温泉で病気を治すみたいな、そういう意味合いもあったんじゃないですかね、これちょっと待って、死体を探してって怖いこと書くな、死体を探して、これとりあえずこっち行くで、あ、そっちないでしょ、もうある、いや、トイレ、おお、またや、何これ、これなんで勝手になんの、めっちゃ怖いんですけど、いや、赤は怖い、カズさんこっち、うわー、閉まってるけど、トイレ開けるこれ、開けます、俺、いつも思うけど、こういう鏡が一番怖い、これが、あー、トイレです、うん、特に何もなく、トイレですね、あー、ちゃんとね、洋式ですね、やっぱり、まあ、やっぱり最近まであったから、
ここカウンターっすね。受付というかね。ということはここ事務室だったと。これだからもうこういう何やろ入党券。あ、ちょっと待った。これ宗教法人をめぐる公務実務のご案内。宗教法人の税務、墓場、裁判管理、運営実務。なんでこんなところにこんなん。宗教法人のここにもある税務。ここに宗教法人の税務の書類があるということはそういうことなんじゃない。上を2階3階で分かれましょうか。じゃあ唐津さん3階行こうか。このまま2階と3階。俺が3階行くの。じゃあ僕は3階ということで。これさ、まあ、客室なんだろうけど。失礼します。これさ、まあ、客室なんだろうけど。失礼します。から今声した。残骸が畳と浴衣、そしてボコボコに切れた天井。今まで結構こういうホテル系行ったけど、なんか妙に生々しい。よし、失礼しました。ここね、実はあの手前にっていうのがあって、廃教会があったんですよ。で、もしかしたら教会の方が来て泊まる場所、簡易宿泊所だったんじゃないかなっていう気はちょっとしますね。お風呂もトイレもないですもんね。非常階段だ。あ、こっちが全部温泉。わかる。なんかでっかい塔が。え？今どうした？あそこ、あれが展望台じゃないの？そこ。これ展望台から飛び降りたとしたら、ここが屋上でしょ。そこ、そこで動いた。なんか今ここってことでしょ。俺のじゃ全然。なんだ今。何の音？しましたね。まずあのピコーンっていう聞いたことない音になりませんでした。で、後ろから音と。ちょっと待った。にしても、あそこ、ちょっと待って、あそこにこれランドセルちゃう。あ、ここに落ちてんの。これ多分分かりづらいかもしれんけど、これランドセルでしょ。ここにもある。本当だ。なんでこんなランドセルあんの、ここ。これも、あ、そうだ、それもそうだ。なんかね、反射してんなとは思ってたんですよ、あそこらへんずっと。ランドセル。え？え？いや、これ、やっぱり。これ、あそこにあれが書いてるということは、なんとかして登れるってこと。そうですね。定点あっちに向けておきますか。ね。うん。あの、後で。落ちてお亡くなりになられたのが真実だとしたら、ここで間違いない。ただすごいな、あの建屋。ここに階段はあるけど、あそこに行くための、そう、階段がある。それも後で探していただこうと。飛び降りた方が本当にいるなら、うん、どうやって上に行ったんだろう。の賃貸契約書。え、これね、部屋見てもらえれば分かると思う。ちょっとね、泊まる部屋にちっちゃい。そう。だからここ。あ、よかった、よかった。はぁ、すぐさまの代表。今ね、俺絶対確実にここで白い布が動いたと思った。
俺絶対確実にここで白い布が動いたって思った。あった。え？これは教会。え、なんでこんなん原稿？そう。え、ちょっと待って。しかもこっち差し押さえ調書。差し押さえされてる。え？これ差し押さえ通知書やん。もうちゃんとあのテーブル2000円とか全部差し押さえが。これ運営って一体化されてたんですかね、もしかしたら。そこと。これだから落ちてんのが原稿だから。あそこからこの関係者が持ってこない限りこうはならん。なんかいろんな会社名が出てるけど、それが一つ一つなんでこんな契約書控えとか契約書原本とかここに落ちてる。いや、しかもこれ裁判所から呼び出し命令くらってる。期日呼び出し書。なんだこれ。もう本当によくわかんない。損害賠償請求事件。いや、こっちもそうなんですよ。損害賠償請求事件で、なんか車で事故を起こして、どうのこうの。車は修理させて出させていただきます。これ繋がってるわ。何ここ？その交通事故と非常に人と揉めてるような裁判書類が結構あるんですよ。実施した噂のある人って、ここの建屋見てる限り。確かに山荘というか支部社や。まあこういうのが絡んでる可能性もあるし。この教会と揉めてる書類が大量にあるっていうのが俺なんかすごい気になる。これで、ここが4階やから次5階、多分それが最上階のはず。いや、まだ上あるわ。あるけどここは屋上。階段はあるね、確かに。あれ本当だ。でもここは屋上。あ、ここ屋上っすね。屋上やで。あ、綺麗。めっちゃ綺麗。めっちゃ綺麗なんですよ。これちょっと写真で伝わるかな。 これでスピリットボックス。この状態。めちゃくちゃ寒いですね。スピリットボックス。切れた。写真のシャッター切り終わった瞬間に止まった。ほな、この上は機械室か。あの階段の上は。あれ、上がってみます。じゃあ待ってます。うん。株式会社代表理事会長氏。写真。うわ、ほんまや。これ何？大量に写真ある。いや、名刺と写真と。写真やな、これ大量な。これ縁石か。これだって服かけるやつでしょ。で、下に畳が大量にあったでしょ。ここブロックですよね、これ。血じゃないよね。ドス黒くなってる。血みたいな。これ血じゃない？うん、可能性はあるわ。ドス黒くなってるから。うん、これが最上階。え？段ボールの数なんだこれ。てかここにある名刺は全部あのとかさ、外国の方ばっかり。いや、それはいいんやけど、これ何？なんかもう何が映ってるか全く分からへんけど、気持ち悪い。やし、これ、あの、お供えとか置く台。ここもお供えのやつ。おお、びっくりした、びっくりした。何？何？ちょっと待った。今これ、開いた、動いた。この窓。ちょっと待った。これ、いや、絶対に風で動くような力加減じゃない、これ。あー、五色団っていうのかな。あー、ひな人形とか段飾りとかっていうのはよく聞くけど、まあ、要はいわゆる飾りだってやつですね。なんでこんなにいっぱいあるの。
ちょっと待った、今気づいたけど下ろうそく台とか何これ。あ、これや、韓国式の祝いとか言ってた。本当だ、この黒い布とかもうそう言われたらこれ、そう、全部そういうセットなんだよ。こういうなのが隅っこにありすぎじゃない。韓国の仏壇に備えるやつだ、全部このセットが。なるほど。いや、そういう、で、この謎の写真もせやし、ここはちょっと、よ、上は何もない。あの、五色壇の段ボールだらけ。とりあえず向こう側行きましょう。時間が。心霊写真っぽい。ん？こういうのとか。何これ？どういう写真これ？かげってる？うん。ポキってますよね。で、これ、ほら、赤くなっちゃって。うん。とりあえず、下行きましょう。ここ、後で戻ってきます。あんまり映してもしょうがないけど。これで、こっち側の建物は、全部終わり。これは、あ、これ、かまぶろちゃん。かまど。あ、ほんとだ、すごい。下で焚き火して。ちょっと待って。もう完全に女性の声です。そっちの方から急に気配強くなってる。これやっぱこっちですよね。そうか、ここから。あ、脱衣所だ。これや、こっちだ。よもぎ中入れる。ああ、蒸し風呂みたいなお風呂ってことか、これ。そう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 、そういうことだ。すごい、濡れたバスタオルをかまぶろ内でご遠慮。薬草かまぶろよもぎ。はいはい、まあ、これで風呂はいけた。あー、ここから上に展望台だ。ということはや、登る階段はないと。いやー、これすごいな、はみ出してるよ。何の部屋だこれ。うわー、すごい。まじで、さすがにここはちょっと腐ってて、天井が全部もう、でも一応鉄骨作りなんですね。いや、ほんで、もう一つのルートはこっち入れるよ、中。いや、ここからも入れん。あ、こっちも。そう、ここに入り口あるんだって。あー、かま風呂だ。いや、これお風呂っすね。あれ、そっち繋がってます？繋がってない。こっちはお風呂っすね。大浴場。かま風呂はともかくとして、これどっから展望台登るの？これが展望台の真下なんですよね。そう。その、かつさん、そこから奥入ります？あ、こっちは無理ですね。こっちは無理。これ地下ある？あります、あります、地下。もう、こんながお風呂で上に行く道はないですね。下結構、なんか下もあるよ。いや、地下がある。上に行く道はとにかくないですね。この下に地下があるという話やから、これで言うと。あ、ここか。ここっぽいな。この辺？ここから行けるんや。うわうわうわ、これはすごいな。これどうやって行くんだろうや、とにかく。失礼します。何この部屋。え？むちゃくちゃ奥行きあるけど。え、何ここ？駐車場じゃないな。違う、なんか物置とかで、一部が部屋になってる。大浴場、大浴場、露天風呂だ。これが露天風呂だよね。これが浴槽で、これがね、これが裏側、ほら。こっち側に来れた。
あーちょっと待った、行けんことはのじ、よじ登ればですけど、よじ登れば行けん、これどこ、ここ風呂場やん、そこ風呂場ということはや、登る階段がないわ、やっぱマジでないわ。それから入り口どっかで塞がれてんのかな、これっていうかどうやって展望台行くんだろう。いやこれだから階段をでも取り外したらしいんですよ。うん、でもだからその取り外したっていうのがか、どこに階段があって取り外したのか、でこの曰くがあるのは展望台ってことでしょ、まあらしいです。これなんでこんなちょくちょく、あ、椎茸、え、いや違う、いや全然違うんですよこれ、花です、はい、どこが椎茸、椎茸探しやめてくださいよ。いた、ほら、そういうことするから注意散漫になって、し、椎茸ね、もう椎茸はいいよ。わかんないこれ、どうやって行くの、だからそっからここに階段がついてたんだよ、一周ぐるっと回ったけど登るところはないです。あそこにね、電気のスイッチがあるんですよ。でもね、登るとしてはこの白い建屋しかないんですよ。でも中に何もないから、だから階段登ってあそこで電気つけるのかなって。何の音、いや、なんかあの鉄のこの板を踏むような音、これを今見えてる、これを完全に鉄板の音で今歩いてる、あそこ、そうそうそう、ギシギシ言うてる、鉄のこの板を踏んでるような音。ただこれは中からも入れないからね、うん、入れない、階段を取り外したっていう話みたいなんで、それはもしかしたらそのここで飛び降りがあったから外した可能性もありますけど、あ、ただ一応なんか調べてる限りは台風で朽ちて危ないから外したっていう、だからこれもともと上に行けたのかどうかも謎ですよね。いや絶対行けてるよ、だって部屋があるもん、うん、ちょっと待った、うん、これ今のを総合すると上誰かいないとおかしい、おかしい、やっぱり音しますよね、普通に歩いてる音、もうこれんなら、よし、よいしょ、なになになに、何の音、何の音、今この階、この階、これ何、マジで、おう、この周辺来ると体調に異変が、よし、何の音、今完全にバッサン言うたでしょ、ダメだ、やばいって、やばい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 、いやちょっと待って、やっぱりさっきより開いてる、開いてる開いてる開いてる、絶対開いてる、ほらほらやばいやばいやばい、うわーやばっ、何やばい、ちょっと待って待って待って、ちょっと待って、これなんで倒れてんの、露天風呂台の上が浴槽で、これがね